私は今年度ドラムメジャーを務めました3年打楽器パートのマーチングリーダーを務めました3年クラリネットパートのこの1年を振り返ると悔しいことも嬉しいこともあった濃いあっという間の1年でした。マーチングの県大会が間近に迫る中、3年生同士の意識の違いに差が出てすれ違ってしまったり、部内の雰囲気もまとまらず、自分たちが目指していた結果には届きませんでした。しかし県大会で納得のいくパフォーマンスができなかったからこそ、中国大会前には一人一人の意識が変わり、そこから部の雰囲気もいい方向へ変わってきました。部員全員が同じ目標を持ってまとまった中迎えた中国大会、私たちは納得のいく悔いのないパフォーマンスをすることができました。しかし私たちが目指していた結果には届かず、本当に悔しい思いをしました。みんなをうまく引っ張れなかったのに、引っ張れなかったという部員に対する申し訳なさや、時間を割いて指導に来てくださっている先生の期待に応えることができなかったことや、全国大会連続出場という伝統を止めてしまったことに対する先輩への申し訳なさで、そして何よりも保護者の方や地域の方々をはじめとするいつも応援してくださっている方々の声援に応えることができなかった申し訳なさで、すぐには気持ちを切り替えることができませんでした。しかし私たちには落ち込んでいる暇はありませんでした。たくさんのイベントで私たちの演奏を楽しみにしてくださっている方がいたからです。私たちはそんな応援してくださる方、楽しみに待ってくださる方の声援に応えられるよう、元気や伊豆ショースマイルを届けられるよう前を向こうと決めました。イベントがあるごとにたくさんの方に良かったよ、元気をもらえたよと言っていただきました。また笑顔で声援を送ってくださったり、手を振ってくださりするたびに私たちもパワーをいただきました。そして地域の方だけでなく、全国各地で応援してくださる方、海外の方からも手紙をいただいたり、温かいコメントをいただき、伊豆ショーブラスは本当にたくさんの方々に愛され支えられているんだと実感しました。また応援してくださる方がいることのありがたさや、音楽を通してこうして皆さんと今日出会えたことのありがたさ、音楽の楽しさを改めて感じさせていただいた1年でした。この1年間私たち伊豆ショーブラスを応援してくださり、愛してくださったこと、本当に心から感謝しています。ありがとうございました。第2部最初のステージは全日本マーチングコンテストで演奏したカルメンです。この曲は先輩方が築いてこられた伊豆ショーブラスの伝統曲でもあります。このメンバーで演奏できる最後のカルメンです。部員一同思いを一つにして、私たちにしかできない私たちらしいカルメンを精一杯演奏しお届けします。冒頭のオーボエソロ、中間部のサックスアンサンブルに注目してお聴きください。本日はご来場いただきありがとうございました。
3年クラリネットパート、3年トランペットパートです。よろしくお願いします。ひなちゃん、さっきのカルメンどうだった？いやこのメンバーで演奏する最後のカルメンだと思うと感慨深いよね。とても楽しかった。私も。私たちらしいカルメンだったよね。さて次は皆さんお待ちかね、男子バンドウィズ愉快な仲間たちの演奏です。なんと今日演奏してくれる曲は自然と体が動いてしまうような楽しいワクワクの曲なんです。え、もしかしてあの曲？そうそう、あの曲。私踊れるようになりたくて2時間35分も練習したんだよ。本当に？その5分が気になったりもするけど、すごいね。実はその5分でズンズンの練習をしたんだ。ズンズンってだいぶあの曲のヒントになったんじゃない？確かに。この曲の正体が分かった方もおられるかもしれませんね。もう一発ヒントを出してみる。出しちゃおうか。私だったら耳をつけて踊りたくなっちゃうかな。確かに、あの黒を基調とした丸い耳だよね。そうそう、これで何を演奏するか分かった方がほとんどではないでしょうか。この曲の正体は聞いてお確かめください。そして今回もなんと部員が皆さんのもとにお菓子を届けに行きます。一人一つずつ用意しておりますので、近くの人と喧嘩したり遠くの人のお菓子を奪ったりするようなことはおやめください。なお館内での飲食は禁止とさせていただいております。家に持ち帰って味わっていただきますようよろしくお願いします。それではどうぞ。Thank you.
は届きましたでしょうか。まだ届いてない。すいません、実はまだサプライズは終わってないんですよね。そうなんですか。はい、それでは皆さん、まだお菓子は食べないでくださいね。袋の中からメッセージカードだけ出していただいてもよろしいでしょうか。お菓子は食べちゃダメですよ。実はこちらは当たりくじとなっていて、当たりの方には豪華景品がをご用意しております。それではせーので開いてくださいね。まだ開いてないよ。はい、フライング。よろしいですか。開けますよ。せーの、おめでとうございます。当たりの方は手を挙げてください。部員が景品を持っていきます。ピーンって挙げてください。私だよ、僕だよって手振ってください。あ、じゃあ、ちなみに今回用意した景品ってどんなのがあるか気になりませんか。すっごい気になります。ですよね。じゃあ特別に皆さんに紹介してみましょう。いいですか。まず一つ目、タララ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 ラッ、伊豆町オリジナルタオル、イエーイ。2つ目、ラ伊豆町オリジナル T シャツ、イエーイ。なんと3つ目が一番もう腰を抜かすぐらいの感じです。発表してみますか。どうぞ。3つ目、タラタバスボム。ちなみに、なんかバスボムの種類でこういうの欲しいなみたいなありました。言っちゃっていいんですか。ですよ。私が気になっているバスボムは唐揚げくんのバスボムです。そんなのがあるんですか。はい、よかったら帰って開けてみてください。どんなバスボムがあったのか受賞の方を向いて、タラギくんだったよって叫んでおいてください。皆さん、当たりの方も景品届きましたか。もらいましたか。当たりなのにもらってないよって人いませんか。いらっしゃらない。はい、以上でスペシャルステージを終わります。ありがとうございました。ジャズピアニストデューク・エリントンの音楽が詰め込まれたミュージカルショーソフィスティケイテッド・レディースのメドレーとなっています。1981年3月にブロードウェイでオープンし大ヒットしました。1983年に日本公演を行い、ミュージカルファン、音楽ファンを大いに熱狂させました。華やかなオープニングから始まり、ポップのメロディーや穏やかなハーモニーをお楽しみください。終盤には伊豆ショープラス定番の曲である It's Don't Me a Sing、 スイングがなければ意味がないも入っています。いつもとは違ったリズムでジャズ感満載の曲となっています。ここで私たちのお気に入りのところを言い合おうよ。いいね。私はクラのソロが始まる前の中低音のメロディーが好きなんだよね。わかるよ。中低音が吹いてその後のトランペットが入るとさらにかっこいいよね。私はやっぱ It's Don't Me a Sing かな。低音から段階的に盛り上がるところが曲の途中なのに新しく始まる感じがワクワクする。あといつもとは一味違った印象なのが面白いから好きなんだよね。わかる。いつもとはちょっと違うから吹いてて楽しいよね。他にも見どころ、聴きどころがたくさんあるので、ぜひ手拍子をしてノリノリで楽しんでお聴きください。50人で作る最後のドリルステージを軽快なステップと最高に明るい笑顔でお届けします。
それではお聴きください。Thank you.
皆様こんばんは。私は今年度部長を務めました佐々木です。副部長を務めました佐々木です。本日はお忙しい中、私たちの定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。私たち3年生はこの定期演奏会をもって引退となります。この1年の活動を振り返ると、自分たちの思い通りにいかなかったことや悔しかったことが多かったように感じます。夏のコンクールや秋のマーチングコンテストではどちらも目標としていたところまで届きませんでした。全日本吹奏楽コンクール島根県大会では銀賞を受賞、全日本マーチングコンテスト中国大会では金賞を受賞しました。この結果は本当に悔しく、そしてあっという間に立たれた次の舞台に全員でたくさん泣きました。そして何よりも私たちは今年度どの大会にも全員揃って出場することが叶いませんでした。これは仕方がないことだとは思います。ただどこかぽっかりと穴が、心に穴が開いてしまっていた、そんな日々でした。そんな私たちでしたが、マーチングコンテストの中国大会の後、今までの少し暗くなっていた伊豆小ブラスの部員たちがとびっきりの笑顔を見せるようになりました。それは今年度本当にたくさんの依頼していただいたイベントでの演奏です。なんで出雲商業の吹奏楽部に入ったのと部員に聞いてみると、多くの人が憧れていたからと話します。かっこいいステップ、笑顔、人に感動を与える音楽、これだけの演奏の場があることは当たり前ではないと思います。いくつかのイベントでは出雲商業の皆さんに一つでも多くの演奏の場を設けたいと企画していただいたイベントもありました。どのイベントでも良かったよ、すごいねと優しく声をかけてくださり、これからも頑張ってね、応援してるよという言葉をいただきました。憧れていた活動、そして演奏ができて、たくさんのお客さんに聴いていただいて光り輝いていた一瞬一瞬が今となっては大切な思い出です。今年から始めたインスタグラムのフォロワーが2000人を超えたこと、本当にありがとうございます。手探りで始めたインスタグラムですが、ここまで多くの皆さんに知っていただいたこと、とても嬉しく思っています。そして保護者の皆様、今まで本当にありがとうございました。部員はもちろんですが、保護者の皆様も1年を通して気が抜ける日がなかったと思います。毎日のお弁当に加え、ホール練習や体育館練習の送迎、夜間練習、楽器の運搬、時には差し入れなど、常に保護者の皆様に支えてもらってばかりでした。そして何より一番近くで応援していただいてありがとうございました。次にお母さんに向けて伝えたいことがあります。吹奏楽を始めて9年間、いつもそばにはお母さんがいました。すべての大会、イベントには来てくれていたし、いい結果が出た時も出なかった時も、いつも自分のように喜んでくれて泣いてくれました。時にはカツを入れてくれたりもしてくれましたね。今の私が言うのは、お母さんがいつもそばで支えてくれたおかげです。
私以外の部員にもたくさん話しかけてくれて、みんなに人気者のお母さんが大好きです。本当にありがとう。学校の先生方、いつも近くで私たちの活動を見守り応援してくださりありがとうございます。先生方が調子はどうだなどと気にして声をかけてくださって支えてくださったからこそ、この1年をやり抜くことができました。 OB、OG の方々、練習のお手伝いや差し入れ、様子を見に来てくださったりなどありがとうございました。その存在は本当に心強く、どんな時でもパワーをいただきました。副顧問の先生方、大会や休日の練習、大会役員などで本当にお世話になりました。部員数が多いのでとても大変だったと思います。いろいろなことで私たちの活動がスムーズにいくように動いてくださりました。ありがとうございました。片岡先生、まずは全国大会に行けなくて本当にごめんなさい。自分たちの甘さや課題がたくさんありました。コロナウイルスの影響による制限や練習の変更に、先生はいつも判断など心を削る思いをされたと思います。この定期演奏会の準備でも少しでも私たちの練習時間が確保できるように考えてくださいました。片岡先生と一緒にこの部を引っ張ってくることができて1年とても楽しかったです。これからもイリシオグラスを進化させていってください。ありがとうございました。そして地域の方々、私たちの活動を温かく見守り応援していただきありがとうございました。やっぱり地域の方に直接見ていただける機会は特別だなと感じる一年でした。かけていただいたことは一生の宝物です。本当にありがとうございました。これからも伊豆ショーグラスをよろしくお願いします。最後に部員のみんな聞こえてますか？今年の副部長は過去の先輩よりも全然頼りにならなくて支えることができなかった私ですが、それでもついてきてくれた部員には感謝しかありません。副部長らしいところはほとんど見せれなかったかもしれないけど、いつもみんなの笑顔に助けられていました。4役のみんなも私は本当に頼りなくて申し訳なかったけど、それでも見捨てずに一緒に進めたこと本当にありがとう。そしてやめないでいてくれてありがとう。どんなことがあっても前を向いて、時には本番というゴールが来るかもわからない練習にも信じてついてきてくれた部員のみんな、本当にありがとう。1年という時間はもっと長いものだと思っていたけど、もうそろそろ終わりが近づいています。今日の演奏もこのメンバーでやってこれたこと、このメンバーに入れたことにとても幸せだと感じています。1年本当にありがとうございました。みんな大好きです。今まで本当にありがとうございました。今日こうやって定期演奏会を開くことができたのは私たちだけの力では絶対にありません。部員を代表して心から感謝いたします。1年間本当にありがとうございました。これからも伊豆ショーグラスの応援をよろしくお願いします。
最後に私たちの定番曲である It's Don't Me a Thing でお別れしたいと思います。今年はたくさんのイベントに参加させていただき、どの会場でもこの曲を披露させていただきました。どの学年も入部して初めて挑戦するステップは It's Don't Me a Thing でした。最初は右も左も分からず、先輩の真似をするのに精一杯で、こんなに難しいステップが本当に自分にできるのかと不安に思った人もいたと思います。ただこの曲はとても楽しいです。楽しいからこそ何度くじけても挑戦して、同じ仲間と高め合い、やっと形になった時には本当に嬉しくて楽しかったです。私たち3年生はこの曲を1年生の時から一番練習してきました。そんな It's Don't Me a Thing が今日で演奏するのがこれで最後かと思うと、とても寂しく思います。今日は皆様にお会いできたこと、これまで応援してくださったことへの感謝の気持ちと、伊豆潮ブラスの持つ楽しさを伝えて、このコンサートを終わりにしたいと思います。このメンバーで作る最後のステージとなります。本日はお越しいただきありがとうございました。これからも伊豆潮ブラスの応援をよろしくお願いします。